わい、わいわい、ゴスキャです。いやー、ようやくね、ちょっとだけ霧がいい。まあまあ仕事がないわけじゃないんだけど、時間ができたので、これハンプね、あの小歯磨きに使うやつ。でさ、品切れさせちゃったわけよ。もう入れなくてもいいかなと思ったんだけど、ご要望があったのでちょっと多めに仕入れました。なのでちょいちょい隙間の時間を見つけては塗ろうかなと。でね、これ前のバージョンのやつはあのもうちょっと粗い感じで縫ってたんですよ。あのピッチね、今度のは今度ので前回のからだけどね、細かめのピッチで縫っております。その方がほどけにくいでしょ、やっぱりね。ほつれちゃうのの防止なわけだから。こんだけ細かいピッチだったら二重に合わなくてもいい気もするんだけどね。よいしょ。まあ何、こういうのってさ、まあお題はいただいてるんだけど、そんなにきっちりかっちりこうしてるアイテムでもないわけで、あのミシンを導入したばかりの皆様はいい練習になるんじゃなかろうかなと思ったりもするんだけどね。まあこの動画を見たからどうのっていうもんじゃないんだけどさ、ミシンがねすこぶる調子いいんですよ今。ピッチがの相方とか、なんていうのかな、これね微妙にこの C のこの傾きとかでバックスの時にこう糸を引っ掛けちゃったりとかいろいろあったりするんだけど、そういうのがね今全然なくて、ほんとストレスなくガンガン塗れるんですよ。でもね、これこのなんていうのかな、この綿ぼこりというか、このね、この面のケバケバというかふさふさなのが溜まってくるんですよ結構。これやってるとね、この作業だからこまめに掃除しないと。そんなんで調子悪くなったらね、あれなんで、あー、いけねえ、いかんいかん、よいしょ、リカバリー、よいしょ。もう飽きてきた？だよね。ひたすら同じ作業の繰り返しでございます。このピッチで縫うんだったらもっとスピード上げてもいいけどね。割とこのデジタルのサーボモーターって設定変えるのちょっと面倒いだよね。なんていうのかな、ダイヤルでさ、このぐるっと回したらスピードが上がるとか、そういうの方が楽でいいけど、ないよね、そんなサーボモーター。
これひたすらこの騒音を聞く動画にやってませんか。ほこりがね、よいしょ。あのね、ちょっとスペースは取るんだけどさ、エアコンプレッサーはあるといいよ。作業場に一つ。あ、これまだいい。というわけで、ひたすら、ただひたすらにミシンを踏みます。ああ、そうそうそう、あのさ、ミシンを踏むって言うじゃない。まあまあ実際踏んでるんだけど、でもこれはフットスイッチなわけじゃん。でもミシンって踏むって言うよね。あれ、足踏みのミシンの時代、足でほらキーコーキーコー、モーターじゃなくてさ、こう前後に足を踏んで、そう言われてみれば田舎にあったな、一台ね。あれはまだあんのかな。あ、ちょうどいいとこなくなった。よいしょ。ねえ、あれの時代にできた言葉なんだろうね。だからミシンを踏むって言うんだろうね、なんて。色がちょうどホワイトとした糸をさ、違う色で縫うのは嫌じゃない、やっぱり。まあいいっちゃいいんだけど、変えようか。じゃあ今度は黒。黒？黒か。まあこのほつれ止めのさ、糸のよいしょ、色は何色がいいっていう人もいないと思うんだけどね。これで、これ5番じゃん。よいしょ、これだ。よくね、0番も縫えるよ。まあこれも0番縫えるんだけど、0番ってホワイトも下糸も0番なんていうと、結構無理なことなのよね、うん、そもそも下糸ボビンに0番なんてどんだけ負けるのって話じゃん。シュールなというか、私の手を見てどうすんだいっていうね。よいしょ。よいしょ、よいしょ。このキンキンキンってこの音が好き。よいしょと。で、ここに通す。で、蓋をして、一応そんなに狂ってないと思うけど、大丈夫ね。ということで続行でございます。ということで、お待たせいたしました。縫い終わったらサイトへアップします。じゃあねー。